皆さん、こんにちは。あかね的日本語教室のあかねです。私は今、箱根のエアビーに泊まっています。今回のエアビーのタイプは家なんです。一軒家なんです。せっかく一軒家に泊まっているので、家の中にあるものを日本語で紹介したいと思います。日常生活で使う単語がいっぱい出てくると思うので、皆さんの役に立ったら嬉しいです。では早速紹介していきます。まず私今、キッチン、台所にいるので、キッチンで使うものを少し紹介します。実は去年もキッチンに関する単語を紹介したので、もっと詳しく知りたい人はこちらを見てください。これはコンロです。コンロ。コンロ。フライパンで野菜を焼いたり、鍋でカレーを作ったりしますね。で、これはグリルです。グリル。魚を焼くときに使います。グリル。グリル。はい。これは水道ですね。水道。水道の水のことを水道水と言います。で、これですね。食器用の洗剤です。食器を洗うときに使う洗剤。洗剤。これはハンドソープ。ハンドソープ。皿を洗うとき、これも使いますね。これはスポンジ。スポンジ。これは食べ物や飲み物を温めるときに使いますね。これは電子レンジ。電子レンジです。これ、キッチンペーパーです。キッチンペーパー。料理をするときとか、あとまあお皿を拭いたりしますよね。キッチンペーパーです。あと、これ。これはラップ。ラップ。これもね、多分生活するときに必要ですよね。ラップ。例えば、何か食べ残してしまった時にお皿の中のものを守る時にラップをしますね。ラップ。ラップ。これはラップです。で、あともう一つよく使うのはアルミホイルですね。はい。アルミホイル。アルミホイルです。これはなんだかわかりますか？はい。これは炊飯器。炊飯器です。炊飯器は何をするときに使いますか？炊飯器で米を炊く。米を炊く。これは電気ケトルです。電気ケトル。そして、ここにあるのはちょっと珍しいかな。はい。洗面所に洗濯機がある家もあります。このエアビーでは、ここのね、キッチンのところにこれがありますね。これは服を洗うときに使いますよね。これ何ですか？はい。これは洗濯機なんですけど、書いたらね、洗濯機です。でも、私たち発音するとき、話すときは洗濯機。という人が多いです。洗濯機、洗濯機。洗濯機で服を洗う。洗濯機で服を洗う。そして洗濯をするときに使うものですね。これですね。これも洗剤です。そう、さっき食器を洗うときも洗剤と言いましたよね。はい。でもあれは食器用洗剤です。これは洗濯用洗剤です。洗濯用洗剤。で、こちらにあるのが、これは多分柔軟剤かな？あ、そうですね。柔軟剤って書いてありますね。柔軟剤です。はい。そして、これは何でしょうか？部屋を掃除するときに使いますね。これは掃除機。掃除機。掃除機です。掃除機をかけると言います。掃除機をかける。はい。そしてこれは
ゴミ箱、ゴミ箱。はい、これがキッチンです。あ、エアビーだからね、消火器がありますね。消火器、消火器。そしてこれは冷蔵庫、冷蔵庫。アイスを買った時は冷凍庫に入れます。冷凍庫、冷凍庫。動画の途中ですがお知らせがあります。今度 N1 に関するウェビナーを開催することになりました。もし興味がある人はこの動画の概要欄にある URL を押してください。詳しい日時やどんな内容なのか、あと料金も書いてあるので、気になる人は見てみてください。じゃあ動画に戻ります。じゃあ次に紹介するのは玄関です。玄関、玄関はどんな場所ですか？あ、暗いですね。お、電気をつけましょう。電気をつける、電気をつける。あ、はい、電気がつきました。ここはつけなくていいかな。はい、私の後ろに見えるのが玄関、玄関。玄関で靴を脱ぐ、玄関で靴を脱ぐ。日本は基本的に靴を脱いで家の中に入ります。国によって違いますよね。皆さんの国ではどうですか？靴を履いたまま家の中に入りますか？靴を履いたまま家の中に入ることを土足と言います。土足、土足。なので時々土足禁止という単語を見ることがあるかもしれないんですが、土足禁止というのは靴を履いたまま入ってはいけない、家の中とか何か建物の中に入ってはいけないことを土足禁止と言います。はい、ここで靴を脱ぎます。これはスリッパ、スリッパ。そしてここはね、洗面所、洗面所とお風呂場があります。はい、あそこは浴槽、浴槽。そしてシャワーヘッド、シャワーヘッド。シャワーを浴びる、シャワーを浴びる。動詞はシャワーを浴びる。はい、これは何ですか？はい、これは鏡、鏡。ミラーと言ってもいいですね。鏡、鏡です。あと、髪を洗った時に使うものはこれです。皆さんこれ覚えてますか？私多分動画の中で何回か紹介したことがあります。これはドライヤー、ドライヤー。そしてこれはタオル、タオル。タオルで手を拭く、タオルで手を拭く。あと大きいタオルありますよね。お風呂から出て体を拭くような大きいタオルのことをバスタオルと言います。バスタオル、バスタオル。バスタオルで体を拭く。これはブレーカーです。ブレーカー。電気を使いすぎるとブレーカーが落ちます。そして電気が消えますね。でもまたこのね、ブレーカーをオンにすると電気が使えるようになります。じゃあ、次トイレですね。トイレ。はい、お手洗いです。あ、これなんていうかわかりますか？これはトイレットペーパー、トイレットペーパー。今度は2階に行きます。これは何ですか？はい、これは階段、階段。はい、2階に着きました。2階は和室です。和室。あ、ちょっと電気つけますね。よいしょ。はい、電気をつけました。これは畳、畳。あと和室によくある、これはわかりますか？これは障子、障子です。あと窓がありますね。ちょっと皆さんに聞きたいんですけど、日本の家にはだいたい網戸があります。網戸、網戸。聞いたことありますか？
ちょっと見せますね。はい、ここに窓がありますね。窓を開けます。よいしょ。窓を開けると、まだね、ここに何かあるんですけど、これを網戸と言います。網戸。窓を開けても、網戸があるので、虫が入ってきません。これが網戸です。網戸は皆さんの家にもありますか？ぜひコメントで教えてください。そして、これは何ですか？はい。これはカーテン。カーテン。カーテンを閉める。あ、やってみますね。よいしょ。はい。カーテンを閉める。じゃあこれは？カーテンを開ける。カーテンを開ける。窓を閉める。窓を閉める。これ何ですか？これは鍵ですね。じゃあ、鍵を閉める。鍵を閉める。このね、エアビー、本当に素敵なんですよ。ちょっと後ろに見えますか？こういうものがあったり、あと、後で見せますけど、1階にも庭があるので、すごく素敵なエアビーです。これ、案件じゃないです。私、お金出して払ってるので、宣伝してくださいって頼まれたわけじゃないんですけど、ホテルに泊まるのもいいんですけど、こういう日本の生活を体験したい人は、一軒家のタイプのエアビーに泊まるのもいいと思います。はい。あと私のこの後ろに見えるものですね。あ、反射しちゃってるな。見えますか？ちょっとね、あ、電気消しましょうか。電気消したら、ちゃんと見えるかな。はい。これは時計。時計。もう9時。今何分だろう。2分ですね。この扉を開けると、ここにあるものが入ってるんですけど、はい。布団が入ってますね。布団。布団。よいしょ。そして、これはエアコン。エアコン。エアコンにはいろんな機能がありますよね。例えば、暖房、暖房、冷房、冷房。あと真ん中の緑のは除湿、除湿です。今、これ12月に撮影していて、寒いので、寒い時は暖房をつけます。暖房をつけます。1階に戻ります。1階にも和室があるんです。あ、こっちか。はい、1階の和室です。よし。はい、これは布団です。布団。布団。さあ、私の動画を見たことがある人はわかりますか？よし。これは何ですか？これは枕。枕です。そして、布団の下、この下に敷いているものは、敷布団と言います。敷布団。敷布団。そして、自分が寝て、掛けるもの。これですね。こっちは、掛け布団と言います。掛け布団。掛け布団。敷布団と、掛け布団です。ここにも、障子がありますね。で、開けると、見てください。ちょっと庭があります。これ覚えてますか？さっき紹介しましたね。これは網戸。網戸。網戸を開けて、見てください。素敵なお庭があります。ちょっと今寒いからね、あんまりこう外に出て何かするってことはできないんですけど、でもそんなに寒くなかったら、ここに座って、ちょっとゆっくりしたり、コーヒーを飲んだり、本を読んだりするのもすごくいいと思います。これはこたつです。暖房器具の一つです。中はこのようになっていて、とても暖かいです。これはテレビです。テレビ。これは座布団です。座布団。座布団。はい。今日は家の中にあるものを日本語で
紹介しました。もしこの動画が少しでも役に立ったら嬉しいです。今までも結構何々の単語っていうのを紹介しました。例えば道路や運転の時に使う単語とか、あとは寝る前、朝起きた時に使う単語など、いろんな動詞とか名詞を紹介したことがあるので、そちらの動画もぜひ参考にしてください。いつも見てくださってありがとうございます。もしこういう単語を紹介してほしいというリクエストがあったら、ぜひコメントで教えてください。今日はここまでです。また来週。バイバーイ。